はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あまたかのチョイス、私タカピーとあまとと申します。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回も始まりました、あまたかのチョイスでございますけれども、今回も引き続きゲストに根本さんお越しいただいております。よろしくお願いします。どうもー、ご指名ありがとうございます、根本です。まさかの4回目ということで、どんだけお前来るんだったんですよ。いやまあまあ引き続きね、まあお越しいただいてるんでね、まあ、またね今回もちょっと30分ちょっとテーマをチョイスしながら進めていければなと思います、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回のテーマなんですけれども、アマトさん、今回のテーマなんですけれども、はい、さっきの休憩時間中にお二人がですね、いや俺まだお金の話したいんだよっていう話をちょっとしてたのと、あとなんかちょっと将来の夢にもお金というのはつながってくるんじゃないかというちょっと間のねお話がありまして、なんでまあお金の使い方 with 将来の夢で、先ほどと同じテーマにもなっちゃうんですけど、そのまま行くよという感じですね。はい、わかりました。まあ将来の夢につながるお金の使い方的な感じで、まあちょっと前回のちょっと延長線的な要素も込みで、まあお届けしていければと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、その将来の夢と、うん、これは根本さんがそのお金の話と絡めてお伝えいただいたと思うんですが。まあ、やっぱ、僕の一番の夢は、いい暮らしをしたいってことですね。はい。なるほど。うん、なんで、大きいお家に住んで、はい。はい、それこそ、めちゃめちゃでかいテレビがあって、はい。めっちゃでかいソファーがあって、はい。自分の膝の上には、猫ちゃんがいたりとか。おぉ、うん、はい、うん。で、玄関先にはめちゃめちゃたくさんのフィギュアが並んでるとか、はい。まあ、趣味部屋みたいな感じで、なるほど。作りたいなと思って、はい。で、僕の昔からの夢が、UFO キャッチャーを置くことなんですね。また新たな課金要素が出てきました。新たな課金要素、UFO キャッチャー。まあまあまあ、うちに来て、誰かがいいんですよ。僕の UFO キャッチャーで課金してもらって。はい、そうですね。取れないように。得る方になってきますね。はい、最高、めっちゃ仕掛けますから。はい、結構そういう、なんか、いいですね。将来の夢的に。こういう暮らしをしてみたいなとか、結構いい食事で何を優先するかって言ったら、僕結構自由の方なんで、ね。おぉ。そうなんですよ。いい暮らしをしたいんで。なるほど。はい。なるほど。家。まあ、確かに家ってなると、やっぱそれなりにお金は必要。必要でしょうね。ですからね。ですよね。やっぱモテたいんでしょうね、きっと。根本的には。そもそもの根本そこなんですね。女の子呼んで、そうそう、女の子呼んで、わ、こんな広い家に住んでるんだ、すごいって言われたい。なるほど。それは、本来の夢的にはどっちかというと、こう、なんかこう、女の子にチヤホヤされたい時なのが大元なんじゃないですか。いや、別に悪いとは言ってない。活力の一つです。そうそうそう、成功者のね、はい、暮らしをしたいです。確かになんか想像するなんかお金持ちの人の生活感はありますね。はい。うん。もう絶対そしてあと、まあ、キングサイズのベッドとかね。ああ、でもちょっとそれは。欲しい。うん、はい。はい。確かに。キングを寝返りっても落ちないんですよ。うん。最高じゃないですか。そもそもね、そんだけ置けるだけの部屋が必要ですからね。キングってなかなかなさそう。普通の人の家に置いちゃうと、家の部屋の人って全部使いそうです。それが有名ですね。将来の夢はそういう家に住むってことですね。なるほど。うん、ああ、でも素敵ですね。やっぱあるんじゃないですか、こういう暮らしをしたいって。その夢のために、うん、まあ、貯蓄をしたりもそうだし、投資をしたりとか。まあそういう方法手段っていうかね、いっぱいあると思うんですけど。はいはいはい、はい。いや、俺は宝くじで一発逆転やってるんだ、みたいな。毎月宝くじにいくら使うみたいな。はいはいはい。まあ、いろんな可能性がありますから、ね。ありますからね。可能性はありますからね。まあね。うん。一発逆転あると思いますよ。いきなりまたお金の使い方の中でも危険な方法。ちょっとギャンブル要素高いですけど。完全にギャンブルだもん。人生何が起こるか分かんないんだね。まあまあまあ、もちろんね。当たって、そらしたらね、夢叶うかもしれないですからね。まず。それこそ玉残しになる可能性もあるじゃないですか。あ、そっち？なるほど。まあまあまあ、自分で稼がずに持ってる人にもらう。
まあ、それはできたら越したことはないんでしょうけどね。まあ、ね、いろんな可能性がありますから、ね。まあまあ確かにね。やっぱさっき、収録前にね、ちょっと話したんですけど、お金の価値ですよね、はい。使い方の価値観っていうのもやっぱあると思うんで、はいはい、例えばその忘年会にいくら使うみたいなね。あ、はい、やっぱ資金の高い人って、だいたい1、2万くらいが普通みたいな。まあ、でも一般人からすれば1、2万高いなみたいな。はいはいはい、っていう感覚があるじゃないですか。はい、うん、やっぱそれこそ自分の今の自分の生活のレベルっていうか、はい、まあ大体これぐらいだから、お金の使い方としてはこれぐらい。うん、ただ、もし自分の収入が増えたりとか、はい、玉残しになった場合は、生活の質が上がるじゃないですか。はい、そうするとやっぱお金の使い方変わるとかね、うん。まあ価値が変わるっていうのもあるかなと思うんで。はいはい、うん、お金いくら持ってるかによって価値観は違うですね。子供の頃とかだと500円って結構な高額な、うん、この500円でいっぱいお菓子が買えるぞみたいな感じでしたけど、今一瞬で500円使いますからね。500円変な感じで使っちゃいますからそう。よくね、100円の中で駄菓子どう買うかみたいなね、計算しつつね、駄菓子屋入ってとかしてましたけど、今も全然もうお金気にせずね、うまい棒セットでみたいな、うん、30杯で全部買っちゃうみたいなね。あれ途中で飽きるんですよね、あの30本。食い切れないです、ね。いや。だいたい人にあげたくなっちゃう。もうだって10本くらい持ってっていいよ。いや、もう時代はやっぱお金も上がってるんですよ。価値は。ああ、まあ、そうですね。やっぱ価値上がるって最近思ったのが、ガチャガチャ、ガチャガチャ。はい。あれの価値も上がってるんですよね。こう。昔、まあ、だいたい100円でだいたい買えるじゃないですか。ああ。今もう100円じゃ買えないんですよ、ガチャガチャ。そういや、そういうガチャありますね。もう最低2、300円みたいな。ありますね、そういうガチャ。ちょっといいフィギュアみたいな。そうそうそう。もう500円とか普通やるじゃないですか。うん、だから100円握りしてみて、どれをなんかガチャガチャしようって言った時代が懐かしいなと思って。そういや、そうかもしれない。それは確かにあると思ってて、それペットボトルとか一つ取ったとしても、多分昔と比べたら金額結構変わってるんじゃないかなと思うんですよ。うん、だから短期的に、そのね、価値っていうかその一つ、例えば100円で買えるものがなんか150円になったり、50円はなかなかないかもしれないですけど、そういうふうに変動することがあっても、長期で見ると、実はその、ちょっと、物に対する、まあ、物の価値が上がっている。その変だし、一つの物に対して多くのお金を出さなきゃいけなくなっているから、はいはいはい、お金自体は、なんでしょうね、ちょっと価値が目減りしているというか、うん、まあ、インフレとかっていう言葉を多分、専門的な用語だと使うんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですね。そういう意味では、お金自体は確かに、ちょっと今まで以上にあった方がいいのかなみたいな、そういうのはあるのかもしれないですよね。そうね。消費税も上がってますからね。まあ、そうですね。確かにそうですね。はい。じゃあ、ここであれですね。将来の夢に関する、お二人の意見もちょっと聞きたいですね。はい。そうですね。高木さん、海外に豪邸を。あえて海外になんですか。いやまあ、確かに海外また行きたいなとか、そういう、まあ、夢というかはありますけども、うん、なんでしょうね。なんか、もともと結構考えてたこととして、うん、その何か事業に携わりたいみたいなものは前から実は思ってはいるんですよ。ほうほうほう、自分で何かをやりたいと。いや、まあもちろん、あ、まあまあまあ、まあ、そう、それぞれね、大なり小なりはあると思うんですけど、うん、で、今ちょっと白状をさせていただきたいなと思って、何ですか、何ですか、その今、事業にうんぬんっていう話をした流れで、うん、前に、そのファイナンシャルプランナーになろうとして活動していた時期があって、FP ですね。そうですね。で、FP の資格も一応頑張って最後まで取ったんですよ。お、すごい。一級的な。めっちゃ頭いいじゃないですか。でも、天才ですから、ね。いやいや、そうじゃなくて、でも今一切全然活かせてないっていうところの話で。あれ？あれですか？もったいない。いや、そう、まあまあ、だからあるんですよ。でも結局それに関しても、個人で活動して、その、例えば自分で何かその事務所を立ち上げるのに何なりしようとかって考えた時に、うんうん、その、やっぱり、そこでお客さんをつかめたかったみたいなのが割とちゃんとあって、で、やっぱりいろいろ事務所とかの人にも結構話聞いたりしてたんですよ。メール送ったり、直接会ったりとかして。でも、なかなかその FP と呼ばれるプランニングの業務単体では仕事をお金が稼げないから、その何かその執筆活動してとかイベントセミナーを開いてとか、なんかやっぱそれっていろんなやりくりをしながらやってるんだって聞いた時に、結構自分でそこまでたどり着けなかったなって。っていうのとか結構実は過去にいろいろあって、なるほど。で、やっぱそれを何かの形でやっぱりこう、せっかくやっぱ一生一度しかないからやりたいよねっていうので、やっぱ今も何か新しいことやりたいな
っていうのは思ってることですかね。かっこいいじゃないですか。でも、形になって初めてっていうのは正直、ねえと思ってるんで。でも別にやろうと思ってることが大事なんじゃないですか、まずは。そうですか、うん、その、なんか、なんでしょうね。こう、毎回尖った会を開きやがってみたいな話もさっき裏でされてましたけど。別に尖った会、私も別に好きだから一緒にやってました。ああ、まあまあ、そう言っていただけるならね。やってた後に、大体みんなが、なんであんな会開いたって文句言いながら終わるっていう。反省会で毎回文句言ってますけど。毎回予算カツカツじゃねえかみたいなことを言われながらも、それでも開きながらやってるんだっていうね。そんな話もありましたけど、まあでもそれぞれね、確かになんか、正直、まあ、そこを突き詰めていって、なんか自分はこれをやってるんだって本当に誇って言えるようになというか、うんうん、なんかそういうことは一つ作りたいな。うん、それはなんか正直思ってることですか、ね、やりたいことを実現するってやっぱ難しいと思うんですよね。それこそ、やっぱそういう事業をやりたいとか、なんか結構、あれもこれもしなきゃいけないっても多いし、自分一人じゃできないこともたくさんあるし、はい、それこそやっぱ僕人脈ってすごい大事かなと思うんですけど、だからその、なんか、そうですね。人付き合いが大事とか、だから人との協力があって、初めて自分のやりたいことができるようになるとか、はい、多分会社もそうじゃないですか。いろんな人たちが集まって、はい、みんなで一つのものを作るとかね、うん、目標達するとかなるから、やっぱ、一人だと限界があると思うんで、うんうんうん、そこはどう、自分のその資格をね、FP もそうですけども、どう活用できるかっていうね、うんうん、そこの環境を作るが大事なのかなってやっぱ思ってますよね。あ、そうですね。まあ本当にそんな気がしてます。まあだからこそ何か一緒にこう考えというか考えて何かこう作っていけるものをまあやっぱできればやっていきたいなみたいな。ああ、そうですね。うん、それはなんか今こう一つ一つこうこの、まあもしかしたらこのラジオを通じてかわからないですけど、なんかそういうものも含めてやっぱり取り組んだものから新しい広がりになっていけばいいなっていうのは思っております。もうかっこいい夢ですね、将来の夢。もういい加減何か形にしないといろいろまずいとは思ってるんで、ね、それも恋でね、まあまあ、ちょっと一つ一つちょっとちゃんとやりたいなっていうのが、まあ正直あるかなと思ってますけど。なるほど。はい、甘藤さんの聞きたいですね、将来の夢。はい。私ですか？私あんま夢ないですよね。あら、意外とリアリティーな。なんだろうな。結構その、今の状況でそんなに不満がないんですよ、私。そう。なんか満たされてる感が結構。だから逆に夢持ってる人羨ましいですけどね、私は。あ、そういう時いい言葉がありますよ。はい。夢を探すのが夢だと。まあまあまあ、確かに。だから何でしょうね、はい。夢を語ってる人の応援をしてることが多い。ああ、うん。かっこいい。エール送る的な？だから、例えばこの人もよくわかんないことばっかりしてるじゃないですか。タカピーさんっていう方も結構よくわかんないこといっぱいしてるんで、あ、結構まあ、それを応援はしてます、ね。なるほど。そういうところは結構あるかもしれない。自分の夢って結構難しいなと私思ってて、へ、そう、なんか考えてみたこともあるんですけど、あんまり思いつかなくて、夢って。なんだろう。いや、もう今ないんだったらもう見つけ放題じゃないですか。まあ確かにそういう視点も。ああ、確かに。うん。何選んでも夢になるし、うん、選び放題だし、うん、うん。まあ、その、例えば目標がないから、夢がないからみたいな、なんかなんで生きてるのかわかんないみたいな考え方を持つ人もいると思うんですけど、うん、やっぱあった方が楽しいじゃないですか。そう思いますよ。うん。でも、ないなりに別に、なんかこう満足してないとか、うん、別にになんか苦じゃないんだったら、うん、別に現状そのままでもいいのかなとは思いますけど、ね、今は楽しければいいやっていう考えも、持ってる人も多分いると思うんで、やっぱ何か支えがないとダメだとかね、言、うん、う人もいますし、将来の夢で私はなんか白馬に乗ったおじさまが来るんだろうみたいなね。うんうん、まあいいんじゃないか、うん。私も別にそれはいいと思います。もう、可愛いお嫁さんもらうのが、私の夢ですみたいな、ね。あ、でも、うん、それは割と、なんか、うん、うん、あるかな、そう。めっちゃ芸能人と付き合いて、みたいな。まあまあまあ、夢ですかね。夢ですか、理想を語る場所。何もでも言いますからね。うん、だから理想を語る場所なんです。うん。そう、私、現実主義なんでしょうね、きっと。まあ、それはそれでいいんじゃないかなって。まあ、むしろ、いや、なんか、夢は夢で、思ってそのままでもって思うのであればいいんですけど、それをじゃあどう叶えようってしたときには、うん、どうあがいたって現実に落とし込んで考えないといけない瞬間来ると思うんですよ。はいはい、うん、
そういう意味では、現実的に物事を考えられるって、むしろそれは大事な要素だと。うんうん。具体的なプランが必要ですよね。うん。うん。なのかなって思うんですよね。いやいや、思いますよ。だって僕もさ、前回言いましたけど、僕の夢は、マッチョになって、アンアンの表紙になることって、言いましたよね。はい。はい、それただの冗談ではなくて、じゃあマジでやるんだったら、はい、じゃどれぐらい筋肉をつけて、はい、ね、そうそうそう、もう筋肉タレントと対決をして、みたいなね。そう。で、自分が有名になって、アンアンに売る、みたいなね。うん、だそこまでのプランはちょっと考えとかできないんですよ。はい、そこまでによくお前にあるのかいどっちなんだいみたいなね。まあまあまあ。そうね。まあまあ、そうそう。でも確かにそうですよね。うん、そう。自分の筋肉に聞いてみるて。それはよくあるわ。よくありますね。よくあんのかそういうゲーム見たことあるだろう、ね。はい。まあ、確かにね。まあまあまあ。うん、いいね。そう。そっか。でもいいじゃないですか。夢いっぱいありますよ。もうさ、だいぶいっぱいありそうですね。さっきのでも、その家の中の構造で、その、一つ一つがだって夢じゃないですか、その。夢。でも基本、なんていうんですかね、年齢ごとにやっぱ変わりますよ、夢は。それこそ、小学生の夢はよくあるじゃないですか、こう、作文とかに、うん、将来の夢、僕は、なんか、パン屋さんになりたいですって。まあ、パン好きなんでしょうね。そう。パンが好きでパン屋さんになりたいです。アンパンマン見てるからね。そうなんですよ。で、まあ、中学生とかは、なんか、人気アイドルグループになりたいみたいなね。ああ。歌って踊れる歌手になりたいです。はいはいはい、っていう、なんかいろんなこう、夢、うんうんうん、なりたい自分があるから、じゃあ、そういうアイドルになりたいんだったら、じゃあもう履歴書送るかとかね。具体的に。そう、行動しないと進まないですからね。やっぱ行動しないと始まらないですよね。確かに。言ってるだけでは進まない。そうそう。夢は夢で終わらせちゃいけないです。うん。どう？今かっこいい？響いた？響いてない？いやいやいや。いやでもそう、夢は見なきゃ始まらないわけですよ。そう、見て、すごい。うん、ほら、夢を持てば、アマトーさんがエールを送ってくれる。ああ、二人ではそうです。もう、全力で応援してくれるそうなんで。はいはい。はい、まあ、そうですね。いや、まあなんか、例えばでも、アマトーさんも例えばまたこう、まあ今は難しいかもしれないですけど、またこう、例えば行ったことない国に行ってみたいとか、多分そういうのはあったりしないですか？どうですか？なんでしょうね。私の中で夢っていう認識じゃないですよね。なるほど。多分そこがちょっと違うのかもしれないです。あ、私、それは夢じゃなくて現実なんですよ。ああ、そういうことですね。あ、もう、叶えられるっていうか、うん、実行できるもの。例えばまあ、今は時期的に難しいかもしれないですけど、ちょっと前とかだったら普通に全部実行できたと思います。まあ全部は言い過ぎかもしれないです。もちろんいろんな事情でいけない国もあったりするし。あるけど、なんだろう、それ夢じゃないんですよね、私の中では。なるほど、うん。現実に可能な範囲の行動みたいな。確かに。うん、もうだって世界一周できる世の中ですからね。そう。お金出せば。そう、時代的にはその昔は、できなかったことも今ならできるし。うん、そっか、じゃあもう全部お金が、解決してくれる。確かにそうでしょうね。お金がない人にはできないことでしょうね。そう、お金を出せばやりたいこともやれる。うん。だからすごいいい時代に生まれてると私は思ってます、ね。確かに。だって愛もお金で買えますからね。まあお金っていうのが買える。それはなんかちょっと物理おかもしれない。そうなんじゃないかなんかありますけど、まあまあ。買える愛によります、ね。そうですね。種類によるかもしれないです。まあでもお金がある人についてる人は多いでしょうね。いや、もうお金がないと逆に向いたっていう人もいるじゃないですか、ね。確かに。それはその前提条件に必要な人もいるかもしれない。まあ、だからなんでしょうね。そういう意味も含めて、まあ確かにお金もあった方ができることは増えるというか、選べることは増えるよねっていうことだとは思うんですよね。そう、別に少ないから全くできないかって言ったらそうではないので。やっぱ優先じゃないですか。優先度の話で。例えばさっきの、忘年会に2万使うって別に多分みんなできるんですよ。やらないだけですね。うん。ああ。2万使える、多分2万円払うことができる人は結構いるんじゃないですか。うん。いるけど、払わないという選択をするだけで。はい。別にだから、なんでしょうね。実現不可能かって言われたら実現できる範囲。まあそうですね。やろうと思えばやれる。まあでも、それでもやっぱ2万の店に入るって結構勇気いりますけどね。まあ、まあ、そんだけの価値があるかとか、ね。いけるけどなっていう、いけるけど行く必要あるのかっていう。確かにそうですよね。まあ、お金が解決っていうのもたくさんあると思うんですけど、結構、毎年やってたことがあって、はい、毎年、年始めに、やりたいことリストっていうのを書くんですよ。はい、おー、はい、はい。そう。将来の夢にもつながるんですけど、はい、こうなりたいとか、うん、これが欲しい、これを手にする、はい、これをやる、みたいなのを、
結構多くて50から100個くらい。めっちゃ書く。そう。で、それを毎1年かけてどれぐらい達成したかどうかっていうのを、はい。まあやってたんですけど、まあ最近ちょっとやってないんですけど、はい。やっぱそれだと結構やっぱお金があるから、うん、お金がないとできないっていうのが結構あって、はい。頑張ればお金払えば達成できるよっていうのは結構多いですね。うん、ただそれを実行しないだけ、本当に、はいはいはい、さっき言ったと、うん。やっぱちょっと抵抗があるから、お金、そんな高額なお金出せない。うん、でもやっぱり自分でやりたいことなんでしょって思うと、うん、やっぱそこが踏ん切りついて、はい、じゃあ時間が空いた時にやろうか、うん、になるかなと。それはまあやりたいことをやればいいんですよ、ね。結局、その、例えば2万別に払えるじゃないですか、きっと。はい、全部。払えるけど、うん、で、行こうぜって言われても、やめとこうかなってなっちゃう人が多いかもしれないし、うん、結局大半のこともそうですよ。海外も旅行行けますけど、いや、俺は行きたくないから行かないっていう、ね、うんうんうん、怖いから行かないとか、いう人結構いますし、うん、別にそれはそれでやりたいことだけやればいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんだろうな。なんかある程度可能なことってあんまり私夢っていう認識がないんですよ。なるほど。それはできるよね、みたいな。まあやっぱり叶わないもの的なものを夢という言葉で表現する感じですか、ね、うん、まあ叶うか叶わないかぐらいも込みで。例えばそのさっきのでも別にベッド、キングベッド買えるけど、買えるけどなって。多分、頑張るね。多分本気出せば買えるけど、うん、買うのかみたいな。この家に買うのかみたいな。なんかその、全部揃えるのは難しいかもしれない。一個だけなら揃えられるかもしれない。うんうん、例えばさっきの話でも、その、豪邸は揃えられないかもしれない。うん、キングベッドと洋服キャッチャー頑張れば置けるかもしれないけど、置く、自分の今の家に置くのはバランスが悪いなとか。うん、そうですね。そういう問題だと思うんです、まあ、確かに、それなりの、やっぱ、条件とかね。それを手にするための条件を揃わなきゃいけないとか。でも今このなんか適当に自分が住んでる家とかにあんまり UFO キャッチャー置いても合わないよねみたいな。そのスペースがないから。確かにそうですよね。なんか7畳、8畳ぐらいの部屋に、まあ、5、6畳のテレビ置いても違和感ありまくりですもんね。離れて見れませんみたいな。そうです、ね。映画館の一番前の席がさらに前です、ね。そうです。なっちゃいますよね。なんなら隣の部屋から見ないといけないかもしれない。ああ。結局あれですよね。夢はやっぱ思ってるだけじゃなくて、ちゃんと行動しなきゃいけないところですよね。だからまあ本当に夢のまま終わらせるなのか、そのやっぱ夢って言いつつも最終的な目標にして実現させるところまでやっぱ考えたいのか、多分それによってもちょっと変わるとは思うんですけど。そうですね。夢見てるだけじゃダメなんですよ。ダメじゃないですけどね。ダメじゃないけど、その実現しに行くかどうかですね、あと。そうですね。それしたいのか、本当にしたい夢なのか、単にその夢として見てたいだけなのか。そこだ。本気で叶えたいかとか、どうかですね。うん、自分の意思で、うんうん。本当にお前は、アンアンに乗りたいのかって。まあ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 、そうですね。乗ったら乗ったら問題があるかもしれない。乗ったら乗ったらなんだこいつみたいなこと言われるかもしれない。すごい叩かれるかもしれないし。いや、もう乗るとこまで行ったら多分もうそれなりにいろんなことをやってきてっていう、多分もう下地あるからなんとかなるやろ。それはそれで。いきなりポットでね、ダメだこれみたいなことは、さすがにないんじゃない？それは。まあその、乗ったら乗ったら問題があるかもしれない。いいですよ。このラジオはきっかけでもしかしたら、出るかもしれない。そのラジオ拡散力あるかな。まさか関係者に聞いていただいてて、ラジオの拡散力できるかな。じゃあまあアンアンにちょっとつてのある方はぜひご連絡を根本さんにしていただければと思います。それまでに仕上げときます。連絡したら仕上げざるを得ないね。まあね、そうね、全力だよね。全力で、うん、プロテインガブ飲みで。ガブ飲みしたい。ガブ飲みしたいとき。違う違う。アンアンに呼ばれたとき。ね、まあでも。逆に確かに、その夢がないっていうな、目標って言い換えてもいいかもしれないですけど、うん、なんかそう思ってる方がいらっしゃるんであれば、うん、多分シンプルにまず興味がある、興味持ったものがあるならやってみればいいんじゃないが多分一つ入り口かなって思うんですよね。そうですね。で、やってみて、あ、これ、こんなに面白かったのかって思えば、じゃあそれからもっとやってって、じゃあ将来こうしていきたいな、みたいなことにもつながりうる。かなって思うんで、うんうん、なんかそういう意味でも、割とやっぱやってみたいをまずやってみるって考え方が大事なのかなとか、うん、なんかそんな風には思ったりしますかね。夢のきっかけは結構些細なことだったりすることも多いと思うんで、うんまあ、なんか見ながら、そのちょっと興味あることとかに
触れて、それが目標になっていくといいんじゃないですか。うんうん、だか結構やっぱ考えるだけでも楽しいじゃないですか。うんうんうん、夢って。そうですね。あれ、泣いた、こう泣いたみたいな。はい、こうなって自分考えてるときに、うん、あ、なんか楽しいなとか、いや、人生、なんか謳歌してるなみたいな、はい。やっぱそこじゃないですか。もう、なりたい自分がいるみたいな。うんうんうん。確かに。宝くじ当てよ。宝くじが当たったら豪邸を買って UFO キャッチャーも買おう。おう。いやもう、ある意味宝くじ当てようが夢じゃねっていう。それ多分夢ですか、それ多分共通して。夢か、ね。いい夢じゃないですか。同人誤賞みたいな、そういう感じの夢な気がする。誰のが思ってるよ、マジ俺当てるからとか、次俺の番だからみたいな。当てるためには何枚買ってとか、そういうことなのガチャ論で言うとすげえ買わないといけない。確率の半端ない。もしかして全部買えば当たるんじゃね当たるけど、それ元額超えるやろっていう。全部買えば当たるんね。当選金額よりも買った時のお金の方が超えちゃうやろっていう風にもなるのかな、どうなんだろう。まあね、そんなこんなもありそうなんでね。だから、まあでもそんなこんな大きい小さいいろいろあるとは思うんでね。まあ、何か思い浮かべてやりたいなと思うことが見つかればいいんではないでしょうか。夢を叶えよう。という感じでよろしいでしょうか。はい。はい、ということで、今回も気がつけば実はもう30分近く経っておりますので、まあ、今回はここまでということで、はい、テーマは将来の夢とお金の使い方。お金使い方ね、はい、そうですね、よかったですよ、はい、楽しかったです、はい、ということで、まあ、今回は最後まで根本さんにお付き合いいただきまして、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、では今回はこれまでということでお届けしました、あまたかのチョイス、私タカピーとアマトと根本がお送りしました。今回も最後までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスチョイス。